はい、こんにちは、コムさんです。リバティウォーク 1.5 ね、タイプ 1.5 続きですが、前回の動画でね、ほとんどもう完成でだろうぐらいのとこまで行っちゃってたんですけどね、ちょっとまあ動画長くなるのと、ウイングがね、ちょっとコムさんの手違いというか、手違いですね。はい。で、ちょっと遅れちゃいまして、間に合う予定だったんですけどね。で、動画も結構長くなるんで、今回にね、回しました。もう今回はもう、ほとんどね、ミラーとウイングつけるだけの動画なんですけどね。早速、ミラーからね、いきたいと思います。これも作業ね、ちゃんと映るようにねやっていきたいと思いますが、もう接着剤つけてね、ちょっとここまで来たらね、失敗できないんでね、まあどこからでも失敗できないですけどね。ここやな、ここどこだという話ですけど、ここですね。この辺に肩ついてたと思うんですけどね、ここ、なんていうのかな、例えばここの辺になってるんですよね。これでついたかな。つきましたね。つきました。片方つきましたね。もう片一方、もう左右対称でね、いきたいと思います。なんだろう。インストの、通りでね、もうちょっとね、今つけてるところより、この辺にね、丸い肩ついてたと思うんですけどね、インストどうもこの辺になってるんですよね。何回も言いますけどね。ここ。映ってますかね。つきました。ここやな。こんな感じでね。ミラーは、上っ面ね、表面は、こんな感じで、映るでしょうかね。こういうの映るかな。カーボン調にしてます。これ、映りますかね、映ってますかね。ここか、こういうのが見えるかな。カーボン調です。で、下っ面ね、赤っぽく見えますけどね、これ、オレンジなんですね。クリアオレンジ。です。もうちょっとしとこうな。名前ね。はい、こんな感じね、つきました。そして、いよいよね、リアウィングね、やっていきたいと思います。あ、すいません、ちょっと一旦止めます。はい、続きです。いよいよ。リアウィングね、つけていきたいと思います。こんな感じで、こんな感じでね、リアウィング出来上がっておりますが、こんな感じです。で、いよいよね、いよいよばっかり言うてますけどね。接着剤をね、つけました。で、映ってないですね。つけました。これ今ちょっとボディの上落としたら最悪なのでね。慎重にね。ちょっと待ってくださいね。慎重にね。メガネ。
こんな大きいのにメガネいらないんですけどね。真ん中大体真ん中でね。もうここっとつけたらね、ほぼ動かせないというかね、動かしたらね、あの肩残るんで。あ、映ってないですね。今置いてね。ちょっとだけこうかな。高さは別にね問題ないんですけども、こんな感じね。うん、ほんでいいと思います。はい、なんかねグダグダでつきましたけどね、ウィリアムウィン、これでね完成です。ついにね完成ですよこれ、はい、一人なんか勝手にね、なんかわけわからん感じで喜んでますけどね。そしたらまたね、あの前回がね微妙なタイミングで終わっちゃったんでね、こうリアウィングとねミラーだけっていう作業であの終わっちゃったんで、あれですよね、それだけでね今回の動画という感じで。ほんでそしてこれで、これから、今からね、あれやりますよ、完成のね、完成、なんていうの、完成披露っていうのかな、いつものあの画像を動かしてね、やりますからね、続き見てください。では、一旦止めます。あ、そうやね、このままで一回ちょっとこう、ぐるーっと見てもらいましょうかね。こんな感じね。ちょっと埃ちょっとついてますよね。こんな感じです。ここね、このラインに対してここだけこう赤くねつけました。こんな感じです。はい、かっこいいですね。あ、ナンバープレート忘れてますね。これ危ない、まだね、コムさん危ないところでしたね。完成でね、ナンバープレートついてないやんかっていう話ですよね。ありましたナンバープレート。しっかりいきますね。ドタバタしてますが。14番の、これね、さあ、やつはね、よいしょ、まだね、デカール貼ってないというね。これ完全にナンバープレート、前回ナンバープレート言ってたと思うんですけどね、完全にナンバープレート忘れてますよね。あっとっと、もうちょっとこうしようかな。もう完成を急いでるわけではないんですけどね、なんやろなんかこう未熟さが出てますよね。未熟さですね。ドタバタしてますよね。リバティーウォークのね、これを水につけて、よいしょ、あ、これさっきもう接着しちゃおうかな。でデカール貼った方がいいですよね。はい、ね、あ、これ一旦止めますね。
すいません。今、カメラ止めて勢いでね、勢いでもないんですけどね、カメラ止めてね、何か知らんけど、つけちゃいました、これ。カメラ回してからつけようと思ってね、思って、ピッてつけてしまいました。まあまあ、ナンバープレートつけるだけなんでね、問題ないですよね。はい。よいしょ、これで、リバティーウォークの、ノリノリ、ノリね。最後までね、きっちりやりましょうかね。ノリ。なんかナンバープレートもうちょっと、あ、でもこれな、リバティーウォークやから別にいいんですけどね。なんか変わったのなかったのかなっていう。これでね、ここでつけていきます。よいしょ。おお、これで。よいしょ。これでね、完成です。完成。もうね、前はもうあれします、ナンバープレートやめときますね。こんな感じで、どうでしょうか、この僕の一番初めからのね、推しいうかね、力作のね、このネットね、これだけほんまね、ほんまあれです、なんちゅうのかな、お気に入りです、僕の。ね、安い網でみたいなね、安い網でっていうこともないんですけどね、ここもね、いい感じやと思います。でリアもね、これいい感じやと思います。この網いうかね、網つけて、このランプね、テールランプ、かっこいいと思います。はい、こんな感じでできました。かっこいいです。どうでしょうか。いいですよね。で、まだ何か言うのかっていう感じはしますけどね。言いますね。これ止めてからね、一回またあれやります。何やろう。グロスね、ちょっとだけこうやってね。で、完成披露みたいな感じでまたやりたいと思います。はい。長い間ありがとうございました。ご視聴いただいてね、応援いただいて。登録とかね、していただいて感謝しております。何よりもね、登録していただいて、コメントいただいて、いいねいただいてね、っていうのが励みになるというかね、エネルギーになるというか、そんな感じでございます。感謝いたしております。ありがとうございました。これで、一応完成ということで、はい、一旦終わっときたいと思います。何やろ、惜しいんですけどね。あと何やろな、色ねまだ言うのかって感じですけどね、しつこいですね。まだもう一回ぐらい時間あるかな。色ね、これほんまね、どうやろな、こう照らしたら出んのかな。ものすごいね、紫色してる時あるんですよね。まあいいですけどね。まあなんか出てくれないですね。ご機嫌な波なのか。はい。まあでもこの色でもいいんですけどね。はい。また画像をね、エンディングかなんかの画像でね、静止画で紫色撮れると思うんでね、アップしておきたいと思います。はい。それでは、今度こそありがとうございました。では、これで、さよなら。また、次回ね、次回作またね、やっていきますので、応援よろしくお願いします。登録もよろしくお願いします。では、さよなら。